今日は県内で新新たにに19人が新型コロナウイルス感染者は減る傾向にありますが今月末が期限の緊急事態宣言について川勝知事はまだ解除する状況にないと危機感を示しましたリバウンドなど予断を許さない状況にありますそのため本県といたしましては緊急事態宣言の解除は急ぐ状況ではないと きょうの定例記者会見で川勝知事は新型コロナの自宅療養者がまだ800人ほどいる現状などを踏まえ現時点では緊急事態宣言を解除する状況ではないという見解を示しましたデルタ株が拡大している現在の状況でリバウンドを警戒して釘を刺した形です 一方で県内の新規感染者数は確実に減る傾向にありますきょう県内で新たに確認された新型コロナの感染者は19人浜松市で7人富士市で4人が確認されていてきのう新規感染がゼロだった静岡市では1人でした県によりますと3人の死亡が確認されていますこれまでの推移を見ると およそ2か月ぶりの低い水準に落ち着いていていわゆる感染の第5波は収まりつつあるといえそうですこうした中政府は今月末に期限を迎える静岡など19の都道府県への緊急事態宣言について解除する方向で検討に乗り出しています最新の統計で静岡県は10万人あたりの新規感染者の数などがすでにステージ3の状況まで下がっています なるべく時短とか、あるいはその営業の,この自粛とか、ですね、こうしたことは避けたいとで、なんとかこの緊急事態宣言で一気にですね、この解決まで持っていきたいと、10月1日からはステージ2の状態で、社会経済活動が再開できるようにというのが、県としての基本的な目指す方向でございます。 川勝知事は新たな感染をできるだけ抑えていくことで経済活動を再開させたい考えをにじませています。